ヨハンゼイ・バスティアン・バッハ、ヨハンゼバスティアン・バッハ、ァ1685年3月31日。ユリウス歴1685年3月21日。から1750年7月28日は、18世紀のドイツで活躍した作曲家、音楽家である。バロック音楽の重要な作曲家の一人で、鍵盤楽器の演奏家としても巧妙であり、当時から、 即興演奏の大家として知られていた。バッハ研究者の見解では、バッハはバロック音楽の最高尾に位置する作曲家として、それまでの音楽を集大成したとも評価されるが、後世には西洋音楽の基礎を構築した作曲家であり、音楽の源流であるとも捉えられ、日本の音楽教育では音楽の父と称された。バッハ一族は音楽家の家系で、 バッハ家参照数多くの音楽家を輩出したが、中でも、ヨハンゼ・バスティアン・バッハはその功績の大きさから、大バッハとも呼ばれている。JS バッハとも略記される。1685年3月31日、ヨハンゼ・バスティアン・バッハ以下、バッハとするは、アイゼナ派の町学士でありルター派の音楽家のバッハ家の一員であるヨハン・アンブロジュース・バッハの八人兄の、 バッハとして生まれた。アイゼナハ周辺には、バッハ一族八十四名が生活しており、同性同盟の者もおり、そのことは、バッハ氏研究の難易度を上げている。バッハが九歳の時に、母が死去した。父は再婚したもののバッハが十歳の時に死去した。バッハは、オールドルフの兄ヨハンクリストフの家に引き取られて、勉学に励んだ。千七百年に、リューネブルクに移り、 修道院付属学校の旧憩生となった。1703年にバイマルの宮廷楽団に就職した。バッハはバイオリンを担当したが、ヨハン・エフラーの代役でオルガン演奏もこなした。同年、アルンシュタットの新教会、現在はと呼ばれるに、新しいオルガンが設置された。その思想者に選ばれたバッハは、優れた演奏を披露し、そのまま同教会のオルガニストに採用され、 演奏の他に、聖火隊の指導も任された。1705年10月、バッハは4週間の休暇を取り、リューベックに旅行した。アルンシュタットからリューベックまでの約400キロメートルを徒歩で向かったと言われる。そして、当地ののオルガニストを務めるディートリヒ・ブクステフーでの演奏に学んだ。当時68歳と高齢だったブクステフーでも、バッハの才能を買い、 自分の娘マリア・マルグレータとの結婚を情に後継者になるよう持ちかけた。聖母マリア教会のオルガニストの地位は若いバッハにとって破格であったが、彼はブックスティフーでの申し出を辞退した。マルグレータはバッハより10歳も年上の約30歳であり、2年前にもゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルとヨハン・マテーゾンが不対条件を聞いて公認を辞退している。バッハが アルンシュタットに戻ったのは1706年1月末で4週間の休暇に対し3ヶ月以上も留守にしていた。オルガン演奏の大役は重帝のヨハン・エルンストバッハに頼んでいたが、聖職会議は彼を叱責した。会議はさらにブックステ風でから受けた影響であろう。耳慣れない音を演奏時に出すことや、聖歌隊に対する指導の不備を求断した。 その後11月にはまた聖職会議に呼ばれ、合唱隊の中に見知らぬ娘を入れて歌わせたということも非難された。この娘は後に最初の妻となる園席で一つ年上のマリア・バルバラであったとも考えれる。バッハは教会の上層にあるオルガン演奏席にも見知らぬ娘を招き入れて演奏したり、聖火隊の音楽としては不適切な当時としては 前衛的な作品を作曲して演奏したりしたことも、教会からの値を下げた。その頃、すでに、バッハの能力は高く評価されていた。1706年12月に、ミュールハウゼンのオルガン奏者ヨハンゲ・ウォルク・アーレが亡くなり、公認の募集が行われた。ミュールハウゼンは、マリア・バルバラの親戚が、悲惨事会員であった縁もあり、バッハは応募し合格した。 1707年6月に移り住んだバッハは、ミュールハウゼンの西ブラジウス教会オルガニストに枯れた。その報酬は、アルンシュタット時代とさほど変わらないが、幾分か条件は良かった。同じ年、マリア・バルバラと結婚。二人の間に生まれた七人の子供のうち、フリーデマンとエマヌエルは、巧妙な音楽家になった。バッハの生活は決して楽なものではなく、 常に良い条件の職場を探し求めていた。生活の足しにするために短い曲を作曲してはそれを一曲三、ターラー程度で売るということもしていた。その一方で契約した先々で様々な、些細なトラブルも起こしていた。ある時は五つの仕事を同時に引き受けていたが、五つの、うち四つでトラブルを抱えていた。1708年、再びバイマルに移って、ザクセンイコール。 バイマル広告の宮廷オルガニストとなった。多くのオルガン曲は、この時期の作品である。しかしバッハはここでの待遇にもあまり満足しておらず、1713年には、晴れのオルガニストに応募し採用されたものの、ザクセンイコールバイマル公が大幅な昇級と昇進を、提示して移留されたことで、バイマルに留まることとなった。1714年には、楽師長に昇進、1月に一曲の、 カンタータを作曲、上演した。しかし最終的には1717 17年、アンハルトイコール経典広告級帝学長として、昇平され、バイマルを離れることとなった。この時作戦イコールバイマル公は、辞職を承諾せず、このトラブルによってバッハは1ヶ月間投獄され、その後解任された。問題となったのは、バッハの契約問題で主化の許可なく、他の契約をしたためと言われる。 1717 17年、バッハは、K 点に移り、アンハルトイコール K 点広告の宮廷学長となった。当時のアンハルトイコール K 点広告は音楽に理解のある、アンハルトイコール K 点公、レオポルトの統治下にあり、恵まれた環境の中で、数多くの世俗音楽の名作を作曲した。これには、アンハルトイコール経典広告がカルバン派を信奉していたため、 教会音楽を作る必要がなかったことも関係している。1719年5月、晴れに帰郷し家族と共に過ごしていたヘンデルに、そこから4マイル離れた経典にタバッハが会いに訪れたが、到着した日にはヘンデルが出発した後であったため会うことが出なかった。1720年夏、両主レオポルト港に随行した2ヶ月間の旅行中に、妻が急死する不幸に見舞われた。 バッハが帰郷した時は、妻はもう埋葬された後であった。翌年、宮廷歌手のアンナ・マクダレーナ・ビルケと再婚した。彼女は、有能な音楽家であったと見られており、夫の仕事を助け、作品の写譜などもしているだけでなく、バッハの作品とされていた曲のいくつかは、彼女の作曲であることが確実視されている。有名な、アンナ・マクダレーナ・バッハのための音楽調は、彼女のために、 バッハが送った楽譜帳でバッハの家庭で演奏されたと思われる曲が折々に書き込まれている。アンナ・マクダレーナとの間に生まれた13人の子供のうち多くは幼いうちに世を去っている。しかしバッシュ・クリスティアンは兄弟の中では音楽家として最も社会的に成功し、イングランド王妃専属の音楽家となったほか、モーツァルトに大きな影響を与えた。 彼らの他にも、バッハには成人した4人の息子がいるが、皆を音楽家として活動した夏季、下記。1720年頃から、K 県の宮廷楽団の予算や規模が縮小されるようになった。1723年、ライプツヒの聖トーマス教会のカントル、トーマスカントルに就任した。カントルの選考会ではバッハは、第5番目の候補とされたが、 一から四番目に選ばれた候補者四人ともが様々な理由よって事態ないし就任することができず、バッハにカントルの仕事が回ってきた。バッハにライプツヒシの音楽監督にもなり、教会音楽を中心とした幅広い創作活動を続けた。ルター派の音楽家として活動していたが、王のカトリックへの修士外に応じ、宮廷作曲家の職を求めカトリックのミサ曲も作曲した。 1729年1月には、晴れ滞在中のヘンデルに、長男フリーデマンを派遣。ヘンデルのライプツヒ招待を申し出たが断られた。結局、バッハは、ヘンデルとの面会を強く望んでいたものの、ヘンデルとの面会は生涯実現することはなかった。当時のヨーロッパにおいては、ヘンデルはバッハよりも、はるかに有名であり、バッハは、ヘンデルの名声を強く意識していたが、 ヘンデルの方はバッハをあまり意識していなかったと言われる。ただし、ゲオルク・フィリップ・テレマンやヨハン・マッテゾン、クリストフ・グラウプナーなど、バッハとヘンデルの両名と交流のあった作曲家は何名か存在している。1736年にはザクセンの宮廷作曲家に任命された。1747年にはエマヌエルが仕えていた、ベルリンのフリードリヒ大王の宮廷を訪問。これは、 音楽の捧げ物が生まれるきっかけになった。しかし1749年5月末、バッハは脳卒中で倒れた。正トマス教会の学長という高い地位を妬む者たちが働きかけ、資産次会は公認にゴットロープハラーを任命した。さらに、以前よりわずらっていた内障眼が,が悪化し視力もほとんど失っていた。しかしバッハは健康を回復したため、 ハラーの仕事はお預けとなった。翌1750年3月、イギリスの巧妙な眼科医、ジョン・テイラーがドイツ旅行の最中ライプツヒを訪れた。バッハは3月末と4月半ばに2度にわたって手術を受けた。手術後、テイラーは新聞記者を集めて手術は成功し、バッハの視力は完全に回復したと述べた。しかし実際には手術は失敗していた。 テイラー帰国後に、バッハを診察したライプツィヒ大学医学部教授によると、視力の回復どころか炎症など後遺症が起こり、これを抑えるための投薬などが必要になったという。二度の手術に、後遺症、薬品投与などの治療はすでに高齢な、バッハの体力を奪い、その後は病床に付し、7月28日午後8時15分に65歳で、この世を去った。なお、後年に、 ヘンデルも同医師によるメシッカンの手術を受けたが失敗に終わっている。生前のバッハは作曲家というよりもオルガンの演奏家、専門家として、また国際的に活躍したその息子たちの父親として知られる存在に過ぎず、その曲は次世代の古典派からは古臭いものとみなさたこともあり、死後は急速に忘れ去られていった。それでも鍵盤楽器の曲を中心に、 息子たちやモーツァルト、ベートーベン、メンデルスゾーン、ショパン、シューマン、リストなどといった音楽家たちによって細々と、しかし確実に受け継がれ、1829年のメンデルスゾーンによるマタイ受難局のウェルリン公演をきっかけに一般にも多角再評価されるようになった。バッハは生涯に二度結婚し、11男救助の20人の子供を設けたが、 10人は養成し、成長したのは男子6人と女子4人の10人に過ぎなかった。最初の結婚は1707年にバイマルでマリア・バルバラと結婚したもので、1720年にマリア・バルバラが死去するまでの間にカタリーナ・ドロテーヤ、ビルヘルム・フリーデマン、マリーア・ゾフィア、ヨハン・クリストフ、カール・フィリップ・エマヌエル、ヨハン・ゴット・フリート・ハインリヒ。 レオポルト・アウグストゥスの逸王お事情を設けた。このうち、マリーア・ゾフィア、ヨハン・クリストフ、レオポルト・アウグストゥスの三人は要請したものの、長男のビルヘルム・フリーデマン、ビルヘルム・フリードモン、1710から1784、通称、ハレノ・バッハと次男のカール・フィリップ・エマヌエル、カール・フィリップ・イムニュル、または CPE、1714から 1788, 通称、 ベルリンのバッハ、ハンブルクのバッハは、音楽家として大成した。1720年に、マリア・バルバラが死去すると、同年経典で、アンナ・マクダレーナ・ビルケと結婚した。アンナ・マクダレーナとの間には、クリスティーナ・ゾフィア、ヘンリエッタ、ゴットフリート・ハインリヒ、ゴットフリート・ハインリヒ、1724から1763、クリスティアン・ゴットリープ、エリザベト・ユリアーナ、フレデリカ、 エルネストゥス、アンドレアス、レジーナ・ヨハンナ、クリスティーナ・ベネディクタ、ルイーザ、クリスティーナ・ドロテイア、ヨハン・クリストフ・フリード・リヒ、ヨハン・アウグスト・アブラハム、ヨハン・クリスティアン、ヨハンナ・カロリーナ、レジーナ・スザンナの6・7・7条を設けた。このうち、クリスティーナ・ゾフィア、ヘンリエッタ、クリスティアン・ゴットリープ、エルネストゥス、アンドレアス、レジーナ・ヨハンナ、クリスティーナ・ベネディクタ、ルイーザ、 クリスティーナ・ドロテイア、ヨハン・アウグスト・アブラハムの7人は要請したが、ヨハン・クリストフ・フリードリヒ、ヨハン・クリストフ・フリードリヒ、1732から1795、通称、ビュッケンブルクのバッハと、ヨハン・クリスティアン、ヨハン・クリスチャン、1735から1782、通称、ロンドンのバッハは、音楽家として大成した。また、架空の息子、 もう存在する。ヨハンゼ・バスティアン・バッハは、幅広いジャンルにわたって、作曲を行い、オペラ以外のあらゆる曲種を手がけた。その様式は、通奏低音による火星の重点を基礎とした、対位法的音楽という、バロック音楽に共通して見られるものであるが、特に対位法的要素を重んじる傾向は強く、当時までに存在した、音楽語法を集大成し、さらにそれを極限まで、 宣伝進化させたものである。従って、バロック時代以前に主流であった、対位法的なポリフォニー音楽と古典化時代以降、主流となった火星的なホモフォニー音楽という二つの音楽スタイルにまたがり、結果的には音楽史上の大きな分水嶺のような存在となっている。バッハはドイツを離れたことこそなかったが、勉強熱心で幅広い音楽を吸収した。とりわけ、 古典派のソなたにも必すべき、論理性と音楽性を持つ風画の巨匠として名高い。現代においても、なお新鮮さを失うことなく、ポップスやジャズに至るまで、あらゆる分野の音楽に応用され、多くの人々に刺激を与え続けている。ヨハン・ゼバスティアン・バッハの作品は、シュミーダー番号、BWV、バッハ作品目録バックワーカーベルジー・シュニスの略によって整理されている。 バッハ作品目録は1950年にボルフガング・シュミーダーによって編纂され、バッハのすべての作品が分野別に配列されている。また、1951年からドイツのヨハン・ゼバスティアン・バッハ研究所ゲッティンゲンで新バッハ全集の編纂が開始され、1953年にバッハ・アルヒーフ・ライブツヒもこの編纂に参加すが10年で終わると予想されていた。 編纂作業は、ドイツの東西分断などの事情で難航し、新バッハ全集103巻が完成したのは2007年のことであった。新バッハ全集には1100の作品が収められている。現在も作品の整理が継続中である。企画だけによる合奏曲では、ブランデンブルク競争曲、還元楽組曲、複数のバイオリン競争曲、チェンバロ競争曲などがある。 特に、ブランデンブルク競争曲や、還元楽組曲には、G 戦場のアリアの元となる楽章など、広く親しまれている作品が多い。なお、四代のチェンバロのための競争曲 BWV1065 は、アントニオ・ビバルディの競争曲、競争曲集、調和の霊感アップ3、3の10、4つのバイオリンとチェロのための競争曲の、編曲である。 室内楽曲作品はそれまで伴奏として扱われてきたチェンバロの右手パートを作曲することによって旋律楽器と同等もしくはそれを上回る重要性を与え古典派の二重奏ソナタへの道を開いたバイオリンとチェンバロのためのソナタフルートとチェンバロのためのソナタビオラダガンバとチェンバロのためのソナタなどは特に重要であるなおバッハの場合のソナタとは いわゆるバロックソナタ、大部分がカン、キュカン、キュの四楽章からなる、教会ソナタのスタイルを取るであり、古典背後の、ソナタより簡潔な形である。バッハの器学曲の中でもオルガン曲は、歴史的に重要である。生前のバッハは、オルガンの名手として著名で、その構造にも精通していた。また、聴覚に優れ、教会道やホールの音響効果を聖地に判別できた。 そのため、各地で、オルガンが心臓されたり改造された際にはたびたび、楽器の鑑定に招かれ、的確なアドバイスと合わせて、即興演奏をはじめとした名義を披露し、聴衆に圧倒的な印象を与えたと伝えられている。個人略伝が伝える有名な逸話として、七百十七年、ドレス伝において、フランスの振動と歌われたルイ・マルシャンと、対戦することになった際、マルシャンは、 バッハのあまりに卓越した演奏に恐れをなして、対戦当日に逃げ出し、バッハの不戦勝となったという。バッハのオルガン作品は、コラールに基づいたコラール編曲とコラールに基づかない自由作品、前奏曲、トッカータやフーガなどの二つに分類される。現存する主要作品は、30曲あまりの自由作品とコラール前奏曲の四つの修正。 オルガン小曲集を含む、いくつかのコラール編奏曲である。バッハの時代には、ピアノはまだ普及するに至っておらず、バッハのクラビーや、オルガン以外の鍵盤楽器の総称作品は、おおむねチェンバロやクラビコードのために書かれたものとされてい。その多くは、経験の宮廷学長時代に何らかの起源を持ち、息子や弟子の教育に対する配慮も伺えるものとなっている。 旋律楽器のための無伴奏作品集には、無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータ、無伴奏チェロ組曲の二つがある。このほか、無伴奏フルートのためのパルティータが一曲ある。これらは、それぞれの楽器の能力の限界に迫って、多性的に書かれた作品群であり、それぞれの楽器の演奏者にとっては、聖典的な存在となっている。特に、 無伴奏バイオリンのためのパルティータ第2番の終局にあたるシャコンヌは人気の高い作品でオーケストラ用やピアノ用など19世紀以降様々な編曲が行われている。またバッハは当時廃れつつあったリュートにも強い関心を示し複数の楽曲 b w v 9 9の1 0 0 0 0 0 6 a を残した。ただし近年の研究では BWV-996 などいくつかの作品はガット言語を張った鍵盤楽器ラウテンベルクのために書かれたと推定されている。これらの作品は今日20世紀に復活したバロックリュートで弾かれるほかクラシックギター向けの編曲作品も広く演奏されている。バッハはその音楽的経歴の大部分を教会音楽家として送り宗教的性楽曲は バッハの作品群の中でも重要な位置を占める。特に、ライプツヒー時代の初期数年間においては、毎日曜日の礼拝に合わせて、年間50から60曲ほど必要となるカンタータを、ほぼ毎週作曲、上演するという、驚異的な活動を行った。ちなみにバッハは、宗教曲の聖書辞筆譜の冒頭に、JJ、J J ラ、イエス、ジュバ、イコールイエスよ、助けたまえと書き、 最後に SDG, ラ、ソリーデオ・グローリア、イコールただガミのみに栄光と書き込むことを常とていた。今日残されているのはドイツ語による約200曲の教会カンタータ。本来は5年分約250曲で約50曲がすでに紛失。2つの受難曲、3番目のマルコ、受難曲のレチタティーボが紛失と3つの踊りを6曲のモテット、ラテン語による マニフィカと一曲、小ミサ曲、ルーテルミサ四曲と、大ミサ曲一曲が主要なものである、ドイツ語作品では、ルター派の伝統に立脚したコラールが、音楽的な礎となっていることが多い。また、それとは別に、宗教的な題材によらない、約二十曲の世俗カンタータもある。目的は様々で、領主への表敬、結婚式や誕生日祝い。 さらにコーヒー店での演奏会用の作品と見られるもの、コイーカンタータ、BWV-211 もある。その中にはしばしばユーモアが滲み出ており、バッハの人間性に直に触れるかのような楽しさが感じられる。なお、テクストを取り替えること、パロディと呼ばれるによって、宗教的作品に転用されたものも存在する。 バッハが特に晩年になってから手がけた様々な対法的作品群が一般に特殊作品として分類されている。音楽の捧げ物 BWV1079 やフーガの技法 BWV1080 に代表される。この二つの作品はいずれも一つの主題に基づいて作られており、フーガあるいはカノンの様々な様式が用いられている。このか特殊作品として、 いくつかの単独のカノンや14のカノン BWV1087 がある。カノン風変装曲、高木おさらより BWV769 もここに含まれるべきであるが、楽器指定が明確であるためオルガン曲として分類されている。ベートーベンは、バッハは小川でなく、大会だと評したドイツ語のバックが、文字通りには小川を指すことから来るダジャレ。 ただし、小川を意味する現代ドイツ語、新高チドイツ語のバックは、音楽家バックとは、もともとの語源が違う。ゲルマン語より古いゴート語にも遡ることができる語の、パイアパクトという綴りが語源で、意味は、流しの芸人に与える、おひねりとか、ギャラを意味する。英語のパクトが、同じ語源である。バッハの祖先が、もともとは、流しの音楽家をしていたこととも符合する。 バッハのチェンバロ作品全集を世界で最初に完成させたのは、モダンピアノトムーアニーダ段ピアノによるグンナー・ヨハンセン。その次にモダンピアノによるジョアンカルロス・マルティンス、ジョアカルロス・マーティンズと、モダンピアノによるイボ・ヤンセン、アイボ・ジャンセンが達成している。モダンチェンバロでは、マルティンがリンク、ただ一人が達成。ヒストリカルチェンバロで達成した者は誰もいない。グレン・グールドとスコット・ロスは、 完成を目指したが及ばなかった。それに比べると、オルガン作品全集を達成した人物は、数十人に及び、比較的ハードルの低いトライである。ただし、歴史的オルガンで新発見のホイを含む、最も完全な修正を達成した人物は、ゲルハルト・ヴァインベルガー、ゲアハード・ワインバーガーのみである。ハードロックバンドのディープ・パープルのギタリストであった。 リッチー・ブラックマーとキーボードのジョンロードはクラシック音楽から強い影響を受けており、バッハの曲のコード進行をハイウェイスター等の楽曲で数度引用している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。